お主は何をこそこそとエリに内緒で組み立てて、エリがドライヤーの間に。セットさん、料理楽しい？料理楽しい。俺作るよ。何作ってるんですか？豚汁作るために。豚汁作ってくれるんですか？うん。あ、失敗。こっち見て、鍋で。今日のご飯、今日のご飯、今日のご飯、豚汁は明日のね、今日作るの、節子。うん、節子のご飯大好きだ。ありがとう。はい。ハムがあったら美味しそうやん。美味しい。ハムみーちゃん、くれたの？卵ゾーンを作るんだ。どうした？卵虫に来たね。もっとできるよ。できる？うん。お腹すいた。ご飯前ですけど。うちはご飯前のおやつ禁止じゃなかったの？うん。大丈夫じゃない？もう。これクリームヘリが作ったクッキー。できそう。いいかもしれん、もう。はい。うまそうでしょ。美味しそう。シェフじゃん。パッチリで。ありがとう。これ絶対美味しい。これ美味しいでしょ。ね。ほい。いただきます。食べてください。ありがとうございます。はい。シェフたちからいいですか。美味しい。美味しい。うん。うまい。美味しい。最近ちょっと沖縄も寒くなってきたね。うん。遠くだけど。やば。ちょっと寒くなってきたじゃん、でも。なんて言ってる。タンクトップだけど。タンクトップだけど寒くなってきてはいる。エリも食べるの終わる、我慢。食べ過ぎちゃう。うん、食べ過ぎてしまう、ね。うん、座っても嫌だ、暑いから。さっき寒い、ね、寒くなったねって話したけど、もう全然だね。鍋食べたら温まるさ。うん、体ポカポカだ。いいよ、片付けてる。ごちそうさましないの。うん、しないの。するよ。アイリア食べるの遅かったから。あ、持ってた。ね。ごちそうさまでした。えいちゃん。これなのちゃん。ちょっと聞いて、一個。あ、暑いからちょっとイライラしてる。そう、暑いからイライラしてる。じゃあ大丈夫。暑いでイライラしてる。ってことだよね。うん。ダラダラしよっかなと思ったらお腹いっぱいになったから、ダラダラしよっかなと思ったらお腹いっぱいになったから。ゼータさんは暑くてから、まあちょっとなんかちょっとピリってしやすいから、エリのこといっぱい取る。エリのこといっぱい取っとる。そう、俺のことは取らんねん。俺も取るさ。俺も取りたいけど、なんかエリが何喋ったらちょっとなんか強く返ってくるか分からないさ。違う、エリに対して何か俺が怒ってるわけね。なんかイライラしてるから俺が勝手にね、俺の口の方は強いだけだから知らないよ、知らん。分かるよ、ありがとうね。ちょっとエリが何か怒ってるしね。怒ってるから感じるで。なみんな、まいっちゃう。
ちゃエリアスロー。おいしい、おいしい、いい出汁ですの。おいしいでしょ。うん、めっちゃおいしい。完成。さすがですね。バッチリだ。お主は何をこそこそとエリーに内緒で組み立てて、エリーがドライヤーの間にどうですか。あ、かわいい袋、やっぱり緑、ね、ほらじゃあどうですか、シミュレーションしよう。あ、はまってない。何か分かってる。分かってるよ焚き火台だよ。お肉焼くやつでしょ。違う、まあ、お肉も焼けるけど焚き火台。俺は焚き火がしたかったからね。ここにここに焚き火入れるわけ。ミーも一緒に入れてる。ミーも一緒に、ここに入れて焚き火をするわけ。そうで、必要なんだったらこれを置けば、ここに置いておけばこのまま肉が焼けます。そう、みんな焼きたいな。ね、ちっちゃいみんななんかやったら落ちるから、大きいみんな作ろうと思います。このロゴがめっちゃ可愛い。可愛いね。めっちゃ可愛い。勝っちゃった。でもなんかね、焚き火はなんかやれって言われた気がするよね。ね、焚き火したいんだよね、俺。うん。可愛い。ね。超軽いんだよね、これ。なんか焚き火ないと重いんだよね、みんなね。鉄のやつ重かったね。ずっしり重いみたいな。なんか重いのが主流なのかわからないけど、なんかあんまり重くね、うちらは、ね、なるべく。コンパクト。なんみんな。見てこれ。持てるでこれ。ずっとだね。これ見てみて。かわいいな。かわいいバッグ。二人なんだろう。そうだね。こうで網を入れます。網入る。ほら。もうずっとだね。かわいいし、なんかノートパソコンみたいな。だからだ。ほら、こんだけだよ、たった本当だね、ノートパソコンみたいに、うん、やばい、楽しみ、マジでテンション上がる。これはエリーに内緒でコソコソと開けてるわけ。いいやし、はいいやし、エリーは帰ってきたらびっくりしたよ。帰ってきたらなんかカサコソ、カサコソって静かだな、してってさ、なんか可愛い、可愛いね、ね、ね。寝るな。なんで？ドアも電気も消してないさま。あれ今みかんご飯食べてるから。ご飯食べて終わったらもう消せるよ。何？最近さ、こうやって夜にさ、よく水飲むからさ、朝方のこのトイレの行きたさがやばいってば。トイレ、うん、いっぱい水飲んでる証拠さ。そう、なんだけど、このなんかもうなんだよ、5時ぐらいに1回トイレ行きたいと思ってしまって起きてしまうわけよ。ああ、そう。でもね、今起きたらミカも起きちゃうし、ジェットさんも起きちゃうし、なんかもっと眠りたいし、みたいな葛藤しながら向ける。最近それを繰り返しています、私。あ、なんかめっちゃトイレ行ってすっきりし眠りたいけどっていうあれね。そうそう、あれと戦ってさ、でももうちょっとだけそのまま眠りたいよねってことでしょ、うんうん、そしたらさ、夜の水を我慢してみたいな話だけど、喉がね、イライラしてるから、そう今お水飲まないといけないさ。なんかないのかな、ほうほう、ないんじゃないか。もう気にしなければいいの。もう我慢できなくなったら夜中トイレ行くしかない。おい、貴様、行けるんじゃない？飲み物でしょ？食べるよ。もういつもみたいにあれして。エリー大好き、もうエリー大好き、いいってやって。一番待ってね。今まで一回待ったことない。そんなこと。エリー大好きだよ、エリー大好きだよってやってるですね。ちょっとエリーがふざけたらすぐ来んなよ。だってもう10時過ぎてるよ。はい、以上。
しまーす。みかんもおやすみ。眠り頑張って眠り頭は冴えてる。それはある。頭は冴えきっている。